皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の武田でございます。今回もまた、毎年恒例のクリスマスソング特集ということで、まあオリジナルソング、クリスマスソングの、解説を、させていただこうかなという次第でございます。この動画ではドラムの説明をさせていただこうかなという感じです。ドラムは、165っていうこのそこそこ速いテンポであるということと、あとこの表と裏がね、結構その入り混じる箇所が多いので、そこのところに気をつけていただけるとすごく嬉しいなと思います。ちょっとまあ順番にざっくりいってみましょうか。まあ、最初、イントロのところ、ここはまあ、別にそんなに問題ないかと思います。ちょっとこれ165 の、 16分スネア連打が超大変なぐらいで、そのぐらいです。ちょっとやってみると。感じのね、このスネアの16分連打が、まあ、遅れたり、その走ったりとかしないように、ちゃんとこう、ね、ツンタカ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 タと、刻んであげるとよいでしょう。で、その後イントロに入ると、頭打ちのビートになります。パンタンタトタトタンタンタトタトっていうパターンですね。みたいなパターンに入っていくんですけれども、タンタンタットタット、まあそんなに難しくないと思います。あ、また頭打ちの基本パターンといいますか、普通に右手が8分を刻んで、四分音符でそのスネアを叩いてみたいな感じで、そんなこれは難しくないと思いますので、ちょっと飛ばします。で、その後、フィルとしては、パトとパトとパト、シャとラタウトロトロトゥツという感じで、まあ、フラムですね。ちょっとちっちゃい音符があって、なんかこうヒュッとなってるのフラムってやつなんですけども、同時じゃなくて、ちょっとずらして、叩いていくような奏法です。パトとパトとパト、シャストラトラストロトロトドンと、そんな感じです。で、A メロに入ると普通の8ビットなので、普通に8ビットを叩いていきましょう。ちょっとね、この辺から足の休符は省いているんですけれども、まあ、この上のバッテンと、ね、重なっている箇所がどこなのかを確認しながら聴いていただけると良いかと思います。ちょっとやってみると、こんな感じ。感じの A メロです。まあ、普通に見ていただければ分かるかと思うんですけど、まあ、すげえシンプルな感じです。で、B メロに入るときだけ、ちょっとこのスネアの、ね、16音符が入るんで、ツッツッタンスタラッとトッとッと、ツッツッタンスタラッとトッと、一番後ろのこのバスドラム、ツッツッタンスタラッとトッとッとっていうこの入れ方、何気にこれちょっと難しいんで、なかなかうまくできないぜという方、そのツッツッタンスタラッとトッとッとのこの2個目のドンの頭。3、4、1のこの頭にバスドラをこのがっつり持ってきたいんですけども、これがうまくできないという方はフロアで対応して OK だと思います。ツンツンタンスタラッとドットポンと、右手でツンツンタンスタラッとドットポンという感じで応用していくと。こんな感じで B メロを展開していくわけなんですけれども、B メロの一番最後のところでそのシンコペーシーサビに入っていくわけです。この辺でその、ね、ちょっとややこしくなってくると、頭と表がすごい入り乱れる感じですね。ちょっとやってみますと、B メロの頭のところをさ、ああ、いいね、いいよ。
たいなところ、ツンタカタカタカタントンタントン、チッタトン、チッタトンっていう感じのこのね、あのひたすらこのシンコペーションしまくるパターン、これあの極端にあの悪くやるとなんかすげえこの速くなっちゃう方って結構多いと思うんですよ。みたいな感じで、ちょっとこんな感じでチタトンチタトンチタトンってやっちゃうと、そこで急にこうテンポが速くなった感じがするので、ちょっとこう手順としてはその隙間が空いて、なんかこの速くなってしまいがちなんですけれども、ちゃんと落ち着いてね、このシンコペーションの裏を感じながらできると嬉しいなという感じです。ワンツーサンシーワンツーラッツッタドスツッタドスツッタドスドンツッタドンツッタドンっていうこのドゥーンのこの長さ、ドゥーンツッタドンツッタドンツッタンツッタンコンカンツッタスンタカタカタカタッタテンクパンパンパトワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツーラッツッタティスツッタトースツッタトーっていう感じでございます。まあちょっとこのね、あのメトロノーム大先生とまあ合わせて練習すれば、まあ、全てが解決なんですけども、ちょっとそんな感じで表と裏が入り混じるので、あのテンポ感をしっかり持つように練習をしてみてくださいませ。でそれがまあ1括弧入って間奏に入ってツンツンターントンタカタカタカトンタという感じで A メロに戻ると、そうそうだな。であとはずっと同じで B メロ入って C セクション入って間奏が入ってっていう感じ、あ間奏じゃないか、まあ、C メロ入って2括弧の方に行ってフィルを入れてギターソロに入るという感じです。で、2括弧のところ、僕は演奏動画の中ではみたいなフィルを入れてますけども、結構このね、あの高とこ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 っていうのがね、その意外と忙しくて、165とかだとね、そのちょっとこの枠ぶつけちゃったりとか、違うとこ叩いちゃったりとかして、なかなかスネアと、タムがいかないと思うんですが、まあ、ちょっとこの辺は、ゆっくりにして自分のできる範囲の速さで繰り返す練習をしてみてくださいませ。あのな感じで、このひたすらこのね、このスネアとフロアのこの往復練習をして、その体の使い方をなんかこう慣れさせるっていうんですかね。やっぱ最初はすげえこう力んじゃったりとかすると思うんですけども、慣れてくると別にその力まなくてもこの体全体でこのなんか往復ができるようになってくるんですよ。これができるようになってくるまでちょっとこうひたすらこう繰り返して、この体のこのバランスっていうんですかね、なんか流れみたいなのをちょっと作っていただけるといいかなと思います。そうすると、速くなっても大丈夫。もしあまりにも難しければずっとスネアでいいです。ズンタカ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 と。もしくはそのタブ回すか、ツンタカタカタカドコ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 とか、その辺はちょっとお好きにアレンジをしてみてくださいませ。で、ギターソロのところ、全然フィルとか入れてなくて、なんかボケっとしてたら全くフィル入れずにそのまま演奏してしまったんですけれども、まあ、もし余裕があれば、なんかタブを回すようなフィルも入れてみてくださいませ。で、その後にイントロでもやったパッと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 ストロトロのフィルが入って、C ダッシュセクション、リムショットが入ります。こういうやつですね。こんなパターンです。スティックのこの後ろの部分、なんつうんですかね、下の部分を、このヘッドにくっつけて。で、こっち側を枠に、叩きつけていくクローズドリムショットをやっていきます。左手のこの手首じゃないか、なんていうんだろう、この付け根の膨らんだ部分、ここのところをそのヘッドにこうくっつけて、ある程度ミュートしながらやっていくと、閉まった音がするので、もう手はぐったりくっつけてやっていきましょう。で、このちょっと手首を返すような感じで、リムショットをしていくと。これをオープンでやるときはもちろんあるんですけども、今回はクローズの方が合うかなと思います。でこの枠とこのお尻の部分がそのどのくらいの距離かで音色って変わってくるんですよ。なんかイメージとしては大体その真ん中から3分の1ぐらいのところですね。その真ん中からスタートして3分の1、3分の1、3分の1ってある中のこの辺、3分の2っていうのかな、例えば分かんないですけど、3等分したこの3分の1のところ、心に、お尻が来るようにするといい音がなるかと思います。なんかこの甲高くこんなにいい音が鳴るところを探してみてくださいませ。で、その前からやっていくと、その
このフィルを叩いて、そのこっちの右手がクラッシュに行った時にはすでにこっちのリングショットの準備ができないと間に合わないんで、あのパトとパトとパトフラストとストロトストンカンカンカンって感じですぐにこのリングショットに入れるようにちょっとまあ右手を用意しておきましょう。でそのまま7小節目まで行ったら叩いてドンスカタカタカジスパトンという感じで、サビの方に入っていくという感じでございます。でまた普通にサビを弾いて三角弧に入ってアウトロに行ってという感じですね。そんな感じです。アウトロの方も特にそんなに、目立った難しいところとかないので、まあ、なんとなくそれっぽく演奏していただければなという感じでございます。はいすげえざっくりですけどそんな感じです。まあ、直行は、ね、速いテンポなんですけれども、まあ、普通の8ビートという感じで叩けたら面白いかと思うので、ぜひチャレンジをしてみてください。何度も言いますけれども、このタンタンタトタトタンタンタトタトという頭打ちと、ダン、ツッカタン、シッカタンみたいな感じ このシンコペーションのバランス、この兼ね合いがとっても難しいところではありますが、しっかりとメトロノームと一緒に練習したりとかして、習得をしていただけると嬉しいなという感じでございます。そんな感じでしょうか。あとはおまけ要素としてはそうですね。B メロとかでなんかこのゴースト入れられたりとかすると面白いかなくらいですね。B メロ、あのハーフビートになるところで、どんな感じだったら話ですけども、まあ、ちょっとね、ドラムに関しては本当に皆さん そのお好きにアレンジしていただいて大丈夫ですので、なんか楽しい感じで叩いてみてくださいませ。それでは、こちらの解説動画を終わりにしようかなと思います。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。